リーウェ商店第27章第6条。やっと来ましたね。はあ、待ちくたびれました。やはり私の先生術に間違いはありません。さあ、ついてきてください。飛び込み営業の占い師か？悪いけど、そういうのいいから。あなた、この世界の人間じゃありませんね。なんでわかったんだ？私が使うものこそ、ズバリ正真正銘の先生術だからです。他に質問がなければ、出発しましょう。面倒ですね。ゆっくり説明するので、ちゃんと聞いててくださいね。私はアストロギスト・モナ・メギストス。名前が長くて覚えにくいので、モナと呼んでください。私は先生術師。今は師匠の代わりにある箱を取り戻しにモンドへと向かっているところです。あれは師匠とその友人が50年前に交わした約束。ただ師匠は年で体も老いてしまったので、私が代わりに取りに行くことになりまして。箱を取り戻すって、オイラたちとは関係ないだろ。なんでオイラたちも一緒に行かなきゃいけないんだ？それはほら、箱を保管している人と勝負するためです。師匠とその友人は生涯をかけて神秘学について競い合ってきました。ですが勝負がつかなかったそうなんです。だからこ正確に言うと、先生術の実力と地位を証明したいんです。ですが私が占ってみたところ、師匠の友人は現在モンドにいないみたいなのです。今箱を保管しているのはその継承者。きっと私のようにその継承者も自分の師匠より優れていることでしょう。決して油断はできません。今回の勝負は何が何でも勝ちたいと、いろいろ考えた結果、あなたのことを思い出したのです。なんで急にこいつのことを思い出したんだ？師匠から受け継いだ知識は代々伝承していかなければなりません。もし向こうの継承者に会うとき、私が弟子を連れて行ったら、それだけで一歩リードできているじゃありませんか。それにあなたはモンドの英雄、肩書きとしては申し分なしです。だから本当の弟子じゃなくて弟子のふりをしてくれればいいんですよ。それに私と一緒に箱を取り戻すことは、あなたにとってもメリットがあるんです。向こうの継承者に会ったら知識の交流をすることになります。そしたらあなたの運命がよりはっきり見えるようになるかもしれません。今まではっきりと見えなかったことが見えるようになるなんてこともあります。例えば神や家族のこと、その答えが見つかるかもしれませんよ。確かに国を一つずつ探していく手間が省けるぞ。それこそ賢い選択です。では参りましょう。でもここを出る前にちょっと寄りたいところがあるんです。天候山に小さな宿屋があります。そこの食事は安くて美味しいのに、なぜか人気が出ないんです。ここ最近はそこの店主のお世話になっていたので、出発する前にきちんとお別れを告げさせてください。よいしょっと。